ファイナルの両者が登場してきましたので、またこちらからお伝えしてまいりましょう。はい、よろしくお願いします。はい、WBA 世界クルーザー級のタイトルマッチ12回戦です。ネイト・ミラー対ファブリス・ティオゾの一戦、両者がもうすでにリング上に登場しています。先ほど東京のスタジオからジョーさんの見どころの方を言っていましたけども、浜田さん、はい、浜田さん的にはこのネイト・ミラー対ファブリス・ティオゾ、まあ、実力拮抗と言われているんですけども、どう見ますか。まあ、このティオゾのスピード、はい、それとミラーのパワー、それがどう出るかでしょうね。あ、ただ昨日、おとといですかね、はい、ミラーの練習を見ると、どうでした。ビニールカッパー着てですね、相当減量きつそうでしたね。今映っていますネイト・ミラー、5度目の防衛戦なんですが、動きもその心なしか重たいのかなというね、ところがありましたけども、まあ、減量で苦労したんかなというふうな感じを受けましたけどね、はい。こちらが下のクラスから上がってまいりました。上と重たくしてこのクルーザー級の2階級目タイトルを狙います。ファブリス・ティオゾ、両者の身長体重が出ております。身長は両者とも188センチです。そしてウエイトも190パウンドちょうど、リーチに差があります。4インチほどネイト・ミラーが勝っています。リーチは196センチネイト・ミラー、一方ティオゾは185センチです。クルーザー級のチャンピオン、そして一方ティオゾはクルーザー級ランキング5位です。今回のこの放送されるカードは全て統一ルールで行われています。まあ、このメインのカードが WBA と IBF の統一チャンピオンシップということもありまして、こういった統一ルールとなりました。3ノックダウンルールはありません。そしてどのラウンドもゴングには助けられません。こういったところが主なところです。まあ、前回から浜田さん、こういう形式になりましたね。はい、まあ、そうですね。まあ、それと極端にルールが違うわけじゃないんですね。はい、選手からすると気にはならないと思います。そうですね、はい、それから周りでこう運営する放送もそうなんですけども、間違えなくていいですよ。分かりやすいですね。そうですね、一つに統一するというのはですね、その都度ルールブックを引っ張り出してこないとまずいということにならないですからね。さて、2階級制覇になりますか。ファブリス・ティオゾ、フランス、現在28歳です。先ほど身長体重ご紹介しました。そして戦績の方もスタジオから紹介したように、これが39戦目になります。37勝して1敗、 24KO 勝ち。1敗というのはバージルヒルに敗れたものです。一方ネイト・ミラー、これが35戦目、30勝4敗、 26KO 勝ちです。ラスベガスともに初登場ということになります。ネイト・ミラーはキャリアの前半は地元のペンシルバニア州のフィラデルフィアで戦っていました。そしてニュージャージーがその後多くて、最近はフロリダで戦うことが多いんですが、つまり東海岸、初めてこのラスベガスに乗り込んできました。一方こちらのフランスのティオゾもですね、フランス人ですから当然ながら、アメリカで試合はないのかなと思いましたら、デビュー戦がニューヨークで行ってまして、それ以来2度目のこのアメリカ、そしてラスベガスは初めてということになります。海外は3度目ということになります。このファブリス・ティオゾ、まあ、お客さん入ってきましたね。あ、そうですね。あ、今画面でも向こうの方いっぱいに入っているのが分かると思います。さあ、ジミー・ロン・ジュニア、リングアナウンス。Don King Productions and Showtime Event Television in association with the Mirage Resort Main Event Fight Night and the Undisputed Undefeated King of Beers Budweiser. This Bud's for you. This bout coming away as sanctioned by the World Boxing Association. The President Gilberto Mendoza, Supervisor Jorge Klee, along with the Nevada State Athletic Commission. The Chairman is Dr. Elias Bana. Presenting to you our judges scoring this bout. From Las Vegas, Chuck Jumpa. From Denmark, Ove Ovesen. And from Venezuela, Fernando Viso. Introducing to you our referee in charge of this bout, working in this his 136th world title bout, Richard Steele. All right, fans, here we go with the WBA Cruiserweight Championship of the World, scheduled for 12 rounds of boxing. Presenting to you first, the challenger on my right, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with silver trim, and joining us all the way from Saint-Denis, France.
He weighed in at the cruiserweight limit of 190 pounds even. His outstanding record includes 37 wins, only one defeat, 24 wins coming by way of knockout. Here is the former light heavyweight world champion, now challenging for the cruiserweight title and ranked at WBA number 6 contender, introducing Fabrice Giosso. Across the ring is the defending world champion on my left, fighting out of the red corner, wearing dark blue trunks with gold trim and hailing from Philadelphia, Pennsylvania. He weighed in the same as his opponent, 190 pounds even. His record stands at 30 wins, 4 losses, 26 wins coming by way of knockout. Tonight he is making the fifth defense of his title. Here is the WBA Cruiserweight Champion of the World, Nate Mr. Miller. この試合を配置します。レフリーは世界戦136試合目というリチャード・フィールです。ネート・ミラー対ファブリス・ティオゾ。さあ浜さん、はい、どこをポイントにご覧いただきますか。まあミラーの一発がどこで爆発するか、もしくはその空回りさせてティオゾのスピードが上回るかでしょうね。さあどこで爆発しますでしょうか。 WBA 世界クルーザー級タイトルマッチ12回戦、まもなく試合開始のゴングです。試合が始まります。第1ラウンド、実力拮抗していると言われていますこの両者。左側がネート・ミラー、今背中を見せていますフランスのファブリス・ティオゾ。ティオゾは2階級制覇がかかっています。負けたのはプロのキャリアでたった1敗。デビューから25連勝を飾りました。 14KO 勝ち。そして止められたのが先ほども言いましたバージルヒルです。93年の4月に止められましたファブリス・ティオゾ。その後95年の6月マイク・マッカラムに判定勝ちで WBC のライトヘビー級のタイトルを取りましたが、防衛してその後すぐに体重区からクルーザー級に転向してまいりました。2階級目を狙います。まあ、やっぱりウエイトを上げてきたといっても体重区だったせいで体の大きさはあんまり変わらないように思いますね。そうですね。左から飛び込んでいきますティオゾ。一番最近の試合が4月の27日エド・ダイルトンと戦っています。この試合に勝利しまして6ヶ月半ぶりの試合ということになります。ティオゾ随分とリーチを感じさせます。196センチのリーチはネート・ミラーです。ミラーは随分間隔が空いていまして、前回の4度目の防衛戦が2月の22日ですから8ヶ月半ぶりになります。まあ8ヶ月ぐらいはどうってことないでしょうね。そうですか、はいはい、世界戦では5勝1敗ネートミラー。こまめに左を伸ばします。5度目の防衛戦、一方のティオゾは世界戦2勝1敗です。ネイト・ミラーは勝ったその世界戦タイトルマッチでの5勝というのは全部 KO 勝ちなんですね。だから当たればというのを思ってるんですよね。30勝のうち26の KO 勝ちがあります。現在7連続ノックアウト勝利中です。ネイト・ミラー右を出します。右を出しました。相打ち、はい、重たい音が飛び込んでまいります。 WBA 世界クルーザー級のタイトルマッチ、もう少し左から入っていくといいんですけどね。ティオゾが、はい、まあ、攻める姿勢はいいものを持ってますよ。もう少し左から出すともう少しいい感じになると思いますけどね。そのまま入っていこうとしてるんでミラーの一発はやっぱり怖いですよ、はい、残り10秒を切ります。第1ラウンド終了です。まあ、このラウンドはですね、
どっちも何にもしてないという状態があったんで、このラウンドだけ、実体重にさせてもらいますんで。捨てますか、はい。画面は現在ドンキング氏のプロモーションビデオが流れています。 WBA 世界クルーザー級タイトルマッチ、ネイト・ミラー対ファブリス・ティオゾの一戦です。まあ浜田さん、めったに10対10なんてつけないんですけども、今のはさすがにつけたわけじゃないですね。どっちも何にもやってないですね。どっちかがモーションかければちょっとぐらいあるんですけど、どっちも探り合いだけで終わってしまいましたからね。お客さんもびっしり入ってる割にはシーンとしましたからね。まあお客さんもやっぱり騒ぐところがなかったですね、このラウンドは。そうですね。ファブリス・ティオゾは記者会見で、このラスベガスで戦う機会を与えてくれたドン・キングさんに感謝しますと、こういう感謝の言葉を述べていました。まあラスベガス、この晴れ舞台っていうのはナンバーワンですからね。そうですね。このまま勝ち続けますと、新しいチャンピオンになりますと、ドン・キング参加になるという可能性もね、あるでしょうね。ありますね。大きな可能性があると思います。そうすると国内だけじゃなくて世界で、名前を売るチャンスがあるんですからね。そうですね。世界でということになりますと、やっぱり舞台はこのアメリカになりますから ね。特にラスベガス。第2ラウンドがスタートしています。 WBA 世界クルーザー級のタイトルマッチ12回戦。黒のトランクスがフランスのティオーゾ。サイドライン金色が入っています。ネイト・ミラー身を持ってきました。顎の辺り下がりながら身を出します。前のはちょっと軽かったですね、はい、もう少し、重心を前に乗せると効果ありましたけどね。まだ探っているという状態がちょっと出てくるんでしょうか。このラウンドはだんだん出てきてますね。ティオーゾが左を使っています。ファブリス・ティオーゾ両者ともウェイトはリミット190パウンド 86.1 キロです。さすがにクルーザー級ですから、近くで見ますとかなり大きいですよ ね。いい体してますよ ね。ネイト・ミラーが34歳188センチ、同じく188センチのティオーゾ28歳です。右を出しました。ティオーゾそれを避けます。ちょっとオープン気味のパンチになりますが、左を出します。ネイト・ミラー、ミラーもいいタイミングを持ってきましたね。はい、ティオーゾはもう少し左を出していると相手のタイミングをずらせるんですよね。あ、ネイト・ミラー右ナッパー。ネイト・ミラーの方は記者会見では相手に対して言ってまして、ティオーゾなんて早く片付けてやると、こういうコメントを出していました。まあ、これまで5度のノックアウト勝ちを、ね、世界戦で飾ってるわけですからね。実績ありますからね。94年の7月に一度アルゼコールの持つ IBF のタイトルに挑戦しているんですが、この時は敗れています。そしてその次に挑戦した95年の7月でタイトルを取りました。ネイト・ミラー、1ラウンドよりはパンチの交換がありましたが、今ちょっと睨み合いがありました。第2ラウンド、まあ、このラウンドはチャンピオンミラーの10対9です。チャンピオンにつけますか、はい、どの辺を取りましたか。クリーンヒットです。このラウンド浅かったですけど、タイミング合ってきて、そしてパンチもチャンピオン当たってます。あ、こちらがフランスのファブリス・ティオーズコーナーです。1969年の5月8日生まれ28歳、現在のクルーザー級のランキングは5位です。転向しましてからこのクラスに上がってまいりましたから4戦目ということになります。3勝 2KO 勝ち。一方ネイト・ミラー、こちらは34歳、まあ、先ほどスタジオでも遅咲きというコメントがありましたが、遅咲きのハードパンチャー、30勝 26KO 勝ち4敗です。 WBA 世界クルーザー級のチャンピオン、
第3ラウンドに入ります。ネイト・ミラーはちょっとこう体透明に見てますとガクガクするようなこう動きを見せますね、うん、まあ、状態がこう揺れるというんでしょうかね、そうですね、それが本人のリズムなんでしょうね、腰の上からだけがこうガクガクと揺れるような感じの動きを見せます。まあそういったことをやられると相手からすると調子抜けるんでしょうね。あ、若干変則的な気分はあのところありますよ。そうですね、はい、ティオーズの方はどういう印象を受けますか。成功法ですね、もう少し左が出るといいんですけどね、はい、成功法で真正面すぎるところありますね。見渡していきます。ミラーの方は何かこう一発を狙っているというそんな感じがあります。ティオーズの方は打っているときに左を出してそして右をボディに打つといいんですね。はい、ノート右を出しました。おしかし今なんかもですね、ミラーが、だから、パンチかわせるんですね、はい、それをミラーに顔面いきなりは当たりにくいですよ。そうですね、はい、トーマス&マックセンター、お客さんがわーっと今一番盛り上がりましたこの試合。なんか静かですけれどもいつ終わるかは分からないというような感じもしますね。うん、まあ、両方の一発を持ってますからね。コーナーに入っています。この辺の攻撃はどうですか。いや、当たってないですよ。当たってませんね、はいはい、ミラーの動き見てると上半身よく動いてるんですよね、ええ、だからボディーブローから打ってるといいんですけどね。あ、黒のトランクスにはミスターミラーと入っています。ネイト・ミラー、ミスターというのはニックネームです。左ハートのあたりです、まあ、今の感じボディから食いついんですね。ミラパ、はい、30秒切りました。第3ラウンド、左右から左、ちょっと距離が詰まりましたか。左手腹パンチを集め始めました。ティオーズも出します。右のストレート、うーん、おー、もう一回右を出します。ゴングです、このラウンドもチャンピオンミラーの10対9です。そうですか、なんかドカンドカンという感じのパンチが多いですね。うん、一発狙ってますよね、ミラーは、はい、こちらがチャンピオンのミラー、この試合5度目の防衛戦になります。デビューが86年の9月、トニー・ジャクソンという選手に1ラウンドノックアウト勝ちでプロデビューを飾りました。先ほどのマッツー、こうやって上半身がひらりひらりしてるわけですよね、だからなかなか当たらないんですよ。それをボディに食いつくといいんですね。一方ティオーズを攻め込んでいきますが非常にガードが硬いという評判もあります。正確なパンチを放ちます。しっかりとしたテクニックを持ったファブリス・ティオーズ、2階級制覇を狙います。 WBA 世界クルーザー級のタイトルマッチ、第4ラウンドに入りました。今ティオーズはガードの打たして中入ろうとしてるんです ね、それよりもまずは左を足しておいて中入る方がいいんですね。カウンターを取ろうとします。ミラー、スウェーバック、もっと張ってこいという入ってこいというような感じも受けられます。ネイト・ミラー右のパンチ、いつ炸裂しますか。左から右、右は当たっていません。先ほどのミラーのコーナー、チャンピオンコーナーですが、自分を、まあ、オープンにしているじゃないかというコメント、まるでお前が挑戦者のように試合をしているぞというコメントが飛んでいたそうです。左から右を返します。
といつもの戦い方と違うというような感じなんでしょうかね、今夜のコメントは。どっちかというと一発屋かなと思いましたけど ね案外うまいところもありますよ、ミラーは。あー、そうですか、はい、パンチ避けながらですね、ただ今のスタイルだと重心が体重が乗らないですね、パンチに。あ、ちょっと後ろにかかってますもんね、やっぱり。それを打つときに前に乗せ切れるといいんですけどね、このスタイルだと後ろにかかりっぱなしのところがあるんですね。三日本さんになります、左表情が返しました。ミラーが入ってくるところ、いやいや今のはチャンピオンミラーのオープンブローですね、うん、突き上げながら入っていきます。おお、右。あ、まあ、左で前に体重乗せるとやっぱ強いですよ。そろそろ前傾姿勢になるんでしょうか。左清澄は固め始めました。ガードを固めます。右のショート、今度は清澄。清澄です、このラウンド最後清澄のパンチ当たりはしましたけど、チャンピオンミラーの人体級です、はい、ここまではずっと最初のラウンドだけちょっと10対10ということでチャンピオンが制しています。こちらがファブリス清澄。ファブリス・ティオードの戦い方、戦法としては今みたいな感じ、真正面からですよね。もう少し左欲しいですね。この終わりのシーン、ピオゾのコーナーからこの終わりは良かったという声が飛んでいます。第5ラウンドです。赤コーナーがチャンピオンのネート・ミラー、ペンシルバニア州フィラデルフィアがホームタウンです。オーリン・ノリスから8ラウンドノックアウト勝ちでこのタイトルを手に入れました。ロンドンで行われたものです。ネイト・ミラー、その後防衛を重ねまして5度目の防衛戦、第5ラウンドに入っています。まあ、清澄は今左若干出てきましたからね、はい、その後に右ストレートをボディに打ちたいですね。左はかわされます。そして、その後必ずミラーは前傾姿勢に変わるはずですから、そこを左フックもしくは左アッパーで突き上げるといいんですけどね。前が一発目になってるんで、一発避けられたらまた初めからやり直しという状態ですね。なかなか続きません。まあ、こういったミラーみたいな選手には一発を当てようというと難しいですね。ミラーの方はこれどうなんでしょうか。ここまでまだ同じような1ラウンドからの姿勢なんでしょうか。若干攻めに転じるところはありますけどね、相手のティオドが前傾姿勢なんで若干上と後ろに乗せてますね。あ、左を振り回していきましたが距離があるため当たりません。ティオド奥長い距離を置きまして、ここで左を上に置いといて右ストレートボディに打つといいんですけどね、せっかくいい距離までは来てますよ、
あ、ティオーズですね。また詰めています。お、右も手右左、左をついてから右のストレート。第5ラウンド、まあいい感じで体振ってますからね。その後に左欲しいですね。はい、一発目当てようとするとどうしても動きが止まってしまいますからね。ショートの試合です。ここでゴング、このラウンド挑戦者、はい、ティオドの10対9です。ティオドが初めてしっかりと取りました。どの辺を取ったものですか。クリーンヒットですね。まあ、パンチはまだ軽いんですけど ね、それをもう少し踏み込んで数を集めるとその中でももっと当てますね。イベンダー・ホリフィールドチャンピオンです。 WBA のチャンピオン、今回は214パウンド、前回のタイソン戦と比べますと2キロ落としてきました。97キロです。イベンダー・ホリフィールド13週間のキャンプを行ってきました。また音楽聴いて踊り始めましたかね。4ヶ月ぶりの試合ですが、まああれですね、試合直前になりましてもかなり精力的にファンアピールサービスとかいろいろプレス相手にもしましたね。まあそれだから人気はあるんでしょうけどね、ただやりすぎかなと思いますね。まずは自分のこと考えなきゃですね。ずいぶんリラックスしてましたからね。やっぱり一番大事なのは試合ですからね、はい、試合でいい試合することですから。さてこちらは WBA 世界クルーザー級の決勝の感じになっています。ネイトミラー、右狙ってるんですね。またその右を出しました。当たりません。違う指示が飛んだんでしょうか。ティオズもパンチ出しませんね。まあ、やっぱり あのミラーが右に狙ってますからね。不用意には入っていけないですね。今は逃げ出しました。はい、まあ、ミラー手は長いんですからね、もっと左を十分生かすといいんです、はい、ですね。196センチのリーチがあります。ボディ、ボディ2つですが向こうがブロックされています。体重を前に乗せてきました ね、届く距離近づいてきました。ネイト・ミラーチャンピオン、このフォームだとパンチに力ありますよ、はい、30勝のうち 26KO という、その破壊力が出てまいりますか。6ラウンド目を迎えています。これは注意に入りました。リチャード・スティールレフリー、飛び込んでのアッパーです。右ショート、左、少しずつ当たり始めています。ミラー、体重を前に乗せてきましたからね、パンチを集めます。ヒョウゾ一発を返し、ミラー左から右、ヒョウゾ反撃します。おお、タオルインサイドから、今はかすりましたけど、もうすぐまともに当たってればダウンしたかもしれないですね。ああ、そうですか。ティオードもストレートを打ちました。殴りつきような右です。今ややオープン気味なんで、はい、肘を上げてナックルを返すといいんですけどね。左のストレート、ティオード肩を入れてきました。右連携姿勢にはなりましたが、このラウンドチャンピオンミラーの実体9です。はい、チャンピオンが取りました。ネイトミラー、このラウンドが初めて、今まであれだけの前傾姿勢はなかったですよ ね、まあセコンドから打っていけという指示あったと思いますね。ねえ、
That's the boringest ass fight I've seen, man. Don't talk about Uriah, man. You ought to see yourself. あ、この辺はかなりパンチ集めてた。うん、そうですね。さあ、第7ラウンドに入ります。この後、名イベントホリフィール対モーラーの試合が待っています。統一戦、この試合は WBA 世界クルーザー級のタイトルマッチ。プロボクシング重たい方から数えて2つ目の階級です。クルーザーヘビー級の下に位置します。そのさらに下、ライトヘビーに追いましたチャンピオンファブリス・ピオーゾが返上しまして、タイトルを返上してこのクラスに上がってきています。挑戦者チャンピオンのミラーのコーナーでは何を待っているんだ、タイトルを取られたいのかと発破をかけているようです。Punching it out. Kata をつけてみます。試合前の練習からもちょっとミラーが体重大丈夫かなっていう動きがあったんですけれども、その辺の動き、全体的な動きはどうですか？1日余裕ありましたからね、余裕というのは、はい、昨日食べて、はい、ずいぶん回復したとは思いますよ。だから減量による重さとかだるさっていうのは今日は感じられないんですね。ファブリス・ティオード左から右のストレート、また右を突きます。ティオードの全体的な出来というのはどうでしょう？もう少し左を出しながら真正直すぎますね。ブロックは確かに硬いですよ、はい、ただブロックしてるだけじゃやっぱりポイント取れないですからね。そうですね。右を出します。ちょっとバランスを崩されましたネイト・ミラー。浜田さん、そろそろブーイングが出始めたようですね。やっぱりお客さんもやっぱり出るでしょう。あーっと右カウンター、あーっと当たったのか、カスタラッカ反応を見せてしまいます。反応の対戦になりましたネイトミラー。その後攻め込まれています。Your hands are free. Let's work. うん、右から左、右はちょっとオープン気味じゃなかったですか？まあ上から叩きつける感じでしたからね、はい、ミラーが空いた体勢になるとどうしてもあのパンチになりますよね。あ、そうですか。だからもう少し、パンチを集めるときに今度は下からアッパー突き上げたいですね、はい、またこのラウンドミラーは最初の姿勢に戻りましたね。このラウンド挑戦者はティオゾの10対9です、はい、WBA 世界クルーザー級のタイトルマッチ、アメリカネバダ州ラスベガスにありますトーマス&マッチセンターからお届けしています。衛星の中継です。ネバダ大学ラスベガス校の属のアリーナです。バスケットあるいはアイスホッケーをここで行っています。その他のヘビー級のイベントもここでかつて、ビッグマッチが行われたことがあります。ゴーホリフィールドの第一戦が浜田さんでしたね、はい、歴史に残る最高の試合ですね。あれはそうですね、数々の素晴らしい試合が行われていますが、その、ホリフィールド4の1戦目が92年です。もう11月13日に行われました。うーん、ずいぶん前ですね。もう5年になりましたか、はい、その時はボーが判定勝ちを収めて4度目の防衛に失敗というホリフィールドでありました。でもホリフィールドもノックアウト寸前まで行ってそれを盛り返しましたからね。そうですよね、すごい試合でしたね。そのホリフィールド、まあ、5年の歳月を経て今回は統一戦という形で乗り込んできています。相手はモーラー、この後お届けします。まあ、5年後ホリフィールドはチャンピオンで、ボーは、まあ、とりあえず引退ですか、ちょっとバランスを崩します。
WBA 世界クルーザー級タイトルマッチ、ネイト・ミラー対ファブリス・ピオーゾ。この後浜田さんどうですかね、この試合というのはどういう流れになりそうですか。どっちが何かをしないとこの流れは変わらないですね、このままこの試合は12ラウンドまでいきますでしょうか。どっちか思い切ったことをやらないとこのまんまですよ、ピオーゾの方もわざわざフランスからタイトルを取りに来たという感じの攻め方はまだ見せてませんよね。ただミラーのパンチをやっぱり警戒するあまりですね、打つ手がガードに回ってますよね。タイトルを持っていながらそれを放棄、返上しました。まあそういったこともありますけれども、11連勝中のファブリス・ピオーゾ挑戦者、一方のネイト・ミラーも勝利中なんですが、現在ノックアウトの勝利を7連続と伸ばしています。実力拮抗の一戦と言われましたが、もっと激しい試合を予想された方が多いんではないでしょうか。静かな戦いになっています。両方ともパンチある場合は逆に警戒しすぎるという場合も結構あるんですよね。これがそうなんでしょうかね。そういったことでパンチは両方とも少ないですね。左振り上げます。ただの挑戦者のピオーゾ打たなきゃ勝てないですから。そうですね、逆転から歓声が飛んでいます。歓声というよりもブーイングに近い歓声です。まあ、左を打っていて右ストレートボディにまだそういうの一回も出てないですよ、右ストレートボディ打てば当たりますから、3つ目を返しましたがあまり力強くありません。そろそろ本格的にブーイングが飛び交い始めています。このラウンドもここで終わりか。飛び込んでいきます。このラウンドも挑戦者ピオーゾの10対9です、挑戦者が制しています。ファブリス・ピオーゾ、タイトル戦から、まあ、先ほどから言っていますようにネイト・ミラーの方はノックアウトを続けています。8ラウンド、5ラウンド、9ラウンド、6ラウンド、2ラウンドというような KO の仕方なんですが、そろそろその KO が多いという確率のラウンドに入ってきています。まあ、6ラウンド目に見せた体重を前に乗せれば打ち方ですね、あれやればダウン取れるフォームなんですけどね、今の後ろに下がりながら状態を逃がしながらというとなかなかダウン取るの難しいでしょうね。というのはあの状態から体重の移動をスムーズにできればいいんですけどね、なかなかやっぱり急にのけぞって前に乗せるというのは結構難しいもんですから。さあ第9ラウンドです。 WBA 世界クルーザー級のタイトルマッチ12回戦、ピオーゾ先ほどのコーナー、ミラーは負けているぞと、お前がリードしているんだということですね、できる限り攻めていけ、そしてフィニッシュしろ、終わりにしてしまえという指示が飛んでいます。ああ右当てます、ミラー、ちょっと軽かったですね。さあその通り出ていってこの試合を終わりにすることができるか。挑戦者のピオーゾパンチを当てられます、レコンバルラスファブリス・ピオーゾ、肘を使ってちょっと抑え込んでしまいました。リチャード・スティールにこのように注意されています。ちょっと真正面すぐるから入ったパンチくるんですね。また右を振ってきましたがこれは当たっていません。
というラウンド半ばに来ています。ネイトミラーの方はちょっと疲れも出てきてませんか。パンチを集めます。ティオゾ、左を出します。ちょっと右の内側がほとんどオープン気味になってるんで、あれナックル綺麗に変えると効くんですけどね。あの当たり方だとせっかくのいいパンチがもったいないですね。はい、ネートミラー抱え込んでしまいました。浜田さん、やっぱりミラーはちょっとこう重たくないですか。鈍りましたね。鈍ってきました。やっぱり最初きつかったんですかね。かもしれないですね。2日前の練習でも宿泊してましたからね。ウェイン軽量には合わせましたけれども、カットしましたね。左の目尻です。まあちょっとぶつかりましたね。頭ぶつかりました。はい、バッティングによるカットのようです。これは浜田さん、このまま行きそうな気配もありませんか。そうですね。ポイントは難しくなりますね。このラウンドですね、チャンピオン下がりっぱなしに見えたんですけど、パンチ当たってるんですね。はい、ですからミラーの10対9です。前下の終わり、前の中ですね。まあ目に入らなければ、血が目に入らなければ死傷ないと思いますね。赤いカットのようです。抜き取っただけでほとんど血は止まってしまいました。しかしちょっと表情がですね、やっぱりスタミナ落ちてる表情ですね。バッてますね。まあバテるほど感じ出してないんですけどね。ティオーゾの方は私たちの目の前のコーナーですが、まあ、直接見ることができるんですけれども、これですね、ここで切れたんですね。これですね、ここで切れたんです ね、これですね。第10ラウンドです。ティオーゾの方はマイペースですね。変わらないですね。だからここで何かしないとですね、やっぱり完全なポイントは取れないです ね。ガードの上を叩きます。ネートミラー、あまり真剣にはこう目のあたり治療を行っている様子がありませんでした。それほど深い傷ではないんでしょう。見た感じも浅かった左の目のところ、まあ、バッティングよりもなんですが、それでも浜田さん、まだ出血上がってるんですね。はい、傷が小さくなることはないですからね。それほどしっかりした血止めはおらんかったですね。ただタオルで拭いたかなんかぐらいしか見えなかったですね。大丈夫ですかね、あの程度で。いやどうなんですかね。しっかりした勤めをすれば止まるものを、そうですね、一つだけでしたからね。また流れ始めています。まあ世界タイトルですから優秀なカットマンついてるはずですけどね。はい、イナッパー、ショートラッパーです。さあこの後ラッシュしますか。もっとパンチ集めたいですね。そうするとポイント取れますよ。ミラー疲れてますね。疲れてますね、これ完全に。ティオーゾがチャンスを迎えています。疲れてますよ。返せなくなりました。これおそらくやっぱり想像するだけですけども、原力あったんですね。あったでしょうね。おとといの練習でビニールガッパーつけて相当動いてましたから ね。そしてそれもやっぱバテながら打ってましたからね。さあこれはティオーゾ、この終盤に差し掛かりまして、まあ、チャンスを迎えそうです。体力ある選手だと昨日の食事でまた時間ありますからね。前日計量の食事で結構回復するんですけど、やっぱり結構きつい
いい減量だったかもしれないですね。このままラウンドを制していきますと2階級制覇という可能性も大きくなってきます。フランスからやってまいりましたファブリス・キオゾ、十分ミラー疲れてますよ、避けきれないパンチじゃないんですけどね。ショートバッチ返します。ミラー、いやークロスをもらってしまいました。その後左から右コンビネーション、ドロング。このラウンド挑戦者ミラーのキオゾのラウンドですね。ファブリス・キオゾがこのラウンドを制しました。ハマさんの採点ではまたまた微妙になってまいりました。1ポイントぐらい、数ポイント、本当にもうわずかにミラーがいいのかなというのが、あと2ラウンド、2ラウンドだと分からないですね。ハマさん、今ようやく一度もやってますね。ちょっと簡単に考えたとは思えないんですけど、そこのちょっとリラックスしすぎなんですかね。そうですね。ネイト・ミラーの方は、カットマンはジョージ・ヘイウッドという方が入っています。あと2ラウンド。11ラウンド目です。WBA 世界クルーザー級のタイトルマッチ12回戦ラウンドは終盤です。11ラウンド目に入りました。チャンピオンとしても非常にこれ苦しい防衛戦になっています。5度目の防衛戦、本当に苦しい防衛戦ですね。キオゾの2階級制覇というのもかなりの確率で高くなってきています。手が出ません。チャンピオンのミラーの方はもうお前オフェンスもディフェンスもないぞと声をかけられているんですけども、まあその通りなんかもう棒立ち状態になってますね。ショートパンチ向かってくるところ、こういうおーっと、これはどうしたんでしょう。よっぽど体力落ちてるんですね。これ疲れてますね。足をもつれさせています。これはティオードチャンスです。疲れてますね。今のシーンを見たら勇気出てくるでしょう。まあ、ああいったのを見せるべきじゃないんですけど、まあ、十分疲れてますね。おーと、ぐらつきます。かなり無理して減量したんでしょうか。左から右です。まあ、落とし方の途中で体調を崩したかもしれないです ね。それほど強いパンチはこの試合受けていません、ネイト・ミラー。そして疲れる連打もまだやってないんですよ ね。完全に調整をミスしたようです。まあ、調整ミスの場合ですね、本当にあの練習不足と練習やる時同じ効果が出るんですね。調整不足で逆にやりすぎたかもしれないね、あの練習を、はい、あれ何ラウンドでしたかね。6ラウンド終わったぐらいから急に失速しましたよね。6ラウンド目にいいものあったんですけどね。あーと右ダブルトリプル、キオゾパンチを集めます。この辺り最大のチャンスかもしれません。11ラウンド、まあ、チャンピオンが目に見えて攻めたというのは6ラウンドですね、はい、あこの動きはいいなと思ったら1ラウンドしか続かなかったですからね。キオゾもコーナーを歯がゆいんではないでしょうか。攻め切ることができません、このラウンド挑戦者キオゾの実体9です。キオゾが帰るとき右の拳を突き上げました。まあ、突き上げるほどじゃないと思いますけどね。ではないですよね。まあ、あのお客さんにアピールでしょうね、しかしこれ浜田さんイーブンになってません、ですね。あの1ラウンド目実体10がありましたから、ですから最終ラウンド勝負ということですね。ただ先ほどの試合でも言ったようにこれ
行きたいところでしょう。ネイト・ミラーダッシュします。そのチャンピオンもいくら疲れてると言っても意地がありますから ね、 ねこのまま行きましたらネイト・ミラー強化ガクンと落ちそうですね。これだけ連続を続けていてこれが登ってきたところなんですけど ね、 そうですね。必死です。一方ティオードの方もこのネイト・ミラーを見て飛んでいけないという歯がゆさがファンにとってはあるんではないでしょうか。まあミラー、ティオードの方もラウンド終わるごとに手を上げて帰っては来てますけどね、はい、手を上げるまで打ってはないですね。そうですね。もっとおとタイトルを取るという意思が欲しいところです、はい、ですけどね、重要ですよ。頭をこじりつけます。いいショートのマッチ、あと打ち合いになります、うん、さあどちらが倒れるか、ミルショート。これまではチャンピオンのミラーの方が数多いですよ、ただ空振りした時なんかやっぱり体が流れてしまうんですね。体支えるのがやっとカットっていう状態ですね。ミラーもショートのパンチ右フック気味のを持ってくんですけども、腕が行くんじゃなくて体を曲げてそのパンチを持っていくっていう感じになっちゃいますからね。パンチはするコンビネーション、おっとグラスか、いやーこれ京都の方も最終ラウンド勝負なんですよね、さあ京都おうミラーグラスいてる、大グラスきます。まあまさにこの試合自分が苦しい時には相手が苦しいという試合ですよね。おっと左ミラーの左、さあ最後の打ち合いです。このラウンドのみです。このラウンドで勝敗が決するといっても過言ではないかもしれません。あと30秒、あと30秒で試合が決まります。おっとこれ両方とも倒れそうな感じがありますね。このラウンド本当に両方とも一発当たればフラフラ状態ですね、まあ、それはダメージというよりも疲労ですけどね。あしかし倒れるシーンはないようです。あっ両者は勝利を確認したのか確信したのか、もう戦いません、試合終了です。真っ先になだれ込んでいったのは挑戦者ファブリス・ティオードサイド、やったぞ2階級だぞというそんなスタッフの表情です。まあそれにしてもチャンピオンのミラー、出だしが乗れなかったですね、うわもう勝った勢いですよ。浜さんどっちに最後つけます、私は最終ラウンドティオードのラウンドではありますけど、でも確実にティオードが取ったというラウンドではないですね。ですよね、はい、それから試合の方もこれあれだけ大喜びするほどではないですね、ではないと思いますよね、はい、ただ評価がですね、ミラーは強いと、そういった見方はあると思うんです。ミラーは強い、そして、一方的になるはずがこれだけやった、頑張ったということになると逆にティオードの良さが見えてしまうんですね、はいはい、だから、冷静にゼロから見てみるとそうでもないんですよね、ただ最初の予想がミラーというふうに見てしまうとあれミラー悪いなというふうに見れるんですね。あーなるほどね。今私たちの前にフランスのテレビ局があるんですけど大喜びしてますね。テレビ局も勝って勢いで、なるほど、途中ガッツポーズ突き上げたりしてましたから、果たしてそうなんでしょうかね。いやお客さんも立ち上がってるんで、どう出るかなという気持ちだと思いますよ。これは分かりませんが、ドンキングも笑いかけてますよ、ティオードに対して。まあドンキングがこの試合を決めるにあたってそのフランスから、ね、わざわざ呼び寄せたんでしょうけれども、このままネイト・ミラーは敗れ去るのか。持ち先のハードパンチャー、5度目の防衛戦にしてタイトルを明け渡すんでしょうか。ネイト・ミラーは記者会見で言っていました、早く片付けてやると。全然違い、そうですね、嘘になりましたね。さあ間もなくジミー・レノンのところに
ペーパーが渡りました。さあ行きましょう。Boxing. The judges are in agreement as we have a unanimous decision. Here are the score totals. 3対0です。Judges in ringside, Ove Overson and Chuck Jumpa. Both scores about the same, 115 to 113. Judge Fernando Viso scores about 117 to 114. All three in favor of the winner. And the new WBA 新チャンピオンです。フランスのファブリス・ティオド2階級制覇です。やっぱり僅差でした。2ポイント差が2人、それから3ポイント差が1人。まあ3ポイントというとやっぱり1ラウンドは10対10だったんでしょうね。115対113の2人います。117対141、1人。3対0、チャンピオンは5度目の防衛に失敗。新チャンピオン、フランスファブリス・ティオド。また私たちの前のフランスのテレビ局がガッツポーズを見せています。さあ間もなくインタビューが行われていると思います。インタビューが始まりましたら、その思いをご覧いただきたいと思います。インタビューの内容をお聞きいただきたいと思います。 WBA 世界クルーザー級のタイトルマッチはWBC のライトヘビー級に続きまして、この WBA のクルーザー級を制しましたファブリス・ティオゾが2階級制覇ということになりました。リング内は両チームの関係者が上がっております。それからテレビ局、当然こちらのティオゾにインタビューが行くと思うんですが、フランス語なんでしょうね。確かフランス語で記者会見やってましたから、おそらくそうでしょう。まあそうですね、女性が通訳してましたね。最初間違えましたね。フランス語をフランス語で通訳しちゃいましたね。何も通訳になってなかったです。まあそうですね、上がってしまったんでしょうね。あの浜田さん、ワーワーの放送席映りました。どこのカメラでしょう。これはワールドフィード全世界に流れている映像です。衛星生中継でご覧いただいています。 WBA 世界クルーザー級の対戦が始まってます。ただ今までしてきたわけなんですけれども、とにかくもう何度も簡単に見たと思うんですけれども、かなりいいラウンドだったと思いますけれども、j'ai pas pris de risque, j'ai boxé, ça passait bien comme ça, je touchais, j'ai pas voulu prendre le risque. En plus Miller c'est un gros frappeur, je voulais pas prendre le risque.もう全くリスクというものはしないで、ミラーはかなりハードヒッターでありますし、で本当にずっとフォローするしていたわけですから、全然リスクということを伴いたくなかったわけですね。あの統一戦ということだったわけですけども、他の統一戦、他のチャンピオンにも対戦しますか。僕じゃなく、これからも家族に会いに行きます。それでドンキングと、もう本当にドンキングに任せますんで、だから流れに乗っていくという感じですね。ではミラーをちょっと呼びましょう。なんかすごいイージーなファイトになるって言ってたんですけれども、かなり苦戦したようですけれども、まあ、でも本当どうにか、もう本当に家族とか神に感謝をしたいと思います。本当にサポートしてくれた皆さんにお礼を言いたいわけですけども、これちょっとなんかどうやら初めの 4,5 ラウンドというものはなんか眠っているような感じですけど、なかなかペースつかめなかったんですね。でもどうにか自分でしっかりやっていかなければいけないと思ったんですけれども、リマッチどうですか。いつでもリマッチに臨みたいと思います。まあ、リマッチできるかどうか分かりませんけれども、今回ラウンドかなり失ってしまいましたから、ビシッと今度は決めないといけませんね。はい、ということで WBA 世界クルーザー級のタイトルマッチは、ファブリス・ティオゾがネイト・ミラーを破りまして新チャンピオン誕生となりました。